俺今日彼女から配信のアドバイスもらったんだけど、彼女の配信やっぱ7年見てるわけじゃん。彼女ニコニコ生放送、もうアドバイスが的確すぎて笑ったんだよ。もう超的確だよ。俺今までリスナーからの助言で何の役にも立たなかったの。リスナーの配信のアドバイスって本当にボロボロに間違ってんだけど、うわこいつ本当に的確だと思った。超すごいよ彼女の俺の配信に対する的確なアドバイス。今日昼間メールが来たんだけど、カジキのシャツ着てるやつはカジキが好きってすごいわかる。面白いね、うん、イエスのはっきりしてるからね、うん、その彼女のアドバイス聞く。日本のロック T シャツ誰かわからないやつ着てるやつ多いらしい。あーそれはあるな、かぶれなんだろうね。だからかぶれだよかぶれ。その助言がね、コメント打たないやつはリスナーじゃないからってまず文面が始まるの。いきなり面白いじゃん。まずコメント打たないやつはリスナーじゃない、アクティブ上がらないとニコ生では意味ないんだって、だからロム線相手にするのやめた方がいいよっていうのがまず1文目。まずそこから結構過激な過激なロム線はまず大事なお客さんかもしれないけど、もうターゲットとして見ない方がいい。でぶっちゃけた話、ニコ生は10人コメント書いてくれるやつがいたら回るっていう。だからその10人掴んだらワード大手になれるから。すっごい的確じゃない。うん、要はやり取りできる10人がそいつらがコメントぶん回してくれればあとは聞けるから、ロム線は。だからワドはまずそれつかみなって。ズバリだよね。ズバリだ。そうだってさ、ぶっちゃけさ、ゆいがさんもうなちゃんまんもその雑談でコメント回していくスタイルって、その特定のうまいコメントっていうか、なんつうの、拾えるコメントっていうか合いの手みたいなの分かるじゃん。で、そういう奴らが10人いたら確かに大手回るんだよね。そうそうそう。カリスマブレーンだよね。もう的確すぎて笑っちゃったもん、俺。で、今度は、まど、今から教えてあげるロム線が多いから、まず、うなずいたりとか分からなかったら質問するような癖をつけさせろっていう。うん、そう。もっとリスナーに問いかけて、ロム線を相づち打たせないとダメ。そのコメントでだいぶ違うって言われたから。さすがね、もうニコ生立ち上げから見てるやつはアドバイスが的確だったわ。プロリスナーだよ、プロリスナー、うん。素人にダメ出し食らったからね、俺。彼女にダメ出し食らって、俺先生って呼んじゃったもん。うん、超的確じゃない、うん、だから今日結構意識してんの、そこ。コメントを打ってくれるやつ10人作ろうっていうのがテーマだから今日。うん、ホストも一人の大金持ちを抑えたら毎回ナンバーワンになれる。リスナーなのにっていうか、やっぱね、その分析してくれてんだよね。そう、やっぱ大手の配信ずっと見てるから、受けるやつと受けないやつと、俺の悪いところ、なんで今過疎なのかとか分かるらしいんだよ。うん、だから、その、今はコメント打つ硬い10人を作れっていう的確なアドバイスもらった。で、ロム線を相手にするな。もっとロム線にコメント打つように、ゆっくりと教育をしていけって言われた。うん、すごいよね。的確じゃない？こんなに的確な生主アドバイスできるリスナーが彼女って結構心強い。配信論だよね。すごいと思ったもん。これ的確だよ、的確。うん、みのりさんのスタイルとは、だから俺のスタイルに合わせてアドバイスしてんだよ、確実に。和道がやりたい雑談のスタイルは10人の面白いやつ捕まえろって言われた、うん、リスナーでいじれるやつと議論できるやつとっていう、いろんなタイプの10人集めたらこの放送面白いってロム線でも見れるってなるから、和道のやりたいスタイルそれだよっていう、うんうん、米打ちます T シャツ着てきて。いやよは、だから相手にするなって。もう、要は、いやよは OK なの、彼女は。
ただロブ戦を相手にしていくとズルズル慣れ合いになるから、結局配信のトーンも落ちるし、アンチでも何でもいいから米打つ10人を確保しろっていう。であとはそう増えてきたら削除していけっていう、アンチ米みたいなのは仕方していっていいけど、いない時は米打つのはアンチでも何でもいいから、とにかく米打つ10人の精鋭を揃えろって。で、それをぐるぐる回すことによって和道劇場が生まれるから、その世界観を作るためにはまずもうコメントを打つやつをとにかく大事にしろって。ロム戦なんか相手にするなって、あんなのいないのと一緒だって言ってたからね、うん、面白いよね。いや、わかんないけど、それは一理あるなとは思ったの。一理あるなとは思った。アンチでもワードを結構聞いちゃうから面白いアンチ捕まえろ。そりゃそうだね。熱いよ。研究してるよね。プロデューサーだよ、プロデューサー。だから今日深夜帯だけど結構コメント走ってやりやすいもん。超楽しいよ、今日の放送。だから結局そのコメント打たないで見てる人っていうのを意識してやっちゃうとダメだよっていうことを言ってくれてて、コメントを打つ人を大事にしなさいっていう、うん、コメントを打ってる人を可愛がる癖をつけないとコメント打つ空気が流れないっていうから、そこは意識しないとダメだって言ってた。そうそうそう、ロム戦だけ集めても結局盛り上がってないから上には行けないっていう、上に行きたいんだったらコメント打つやつを集めろと、そういうやつを離れさせないっていう、うん、それだけでもうあの数が増えるっていう理論だね、うん、いや的確でしょでもこの話の面白いところがね、この話の面白いところが彼女の予想通りで、この話したらロム戦どもがピキって出てくるからってロム戦どもが、あっつったよ。いや、なんだよって言ってる前に出てくるからって言ってたの。お前らだから俺の彼女に手のひらで動かされてるからね。そしたらこの話したらロム戦も出てきてコメント打つよ。これいい流れだから、つって。そうやって雑談はうまくやってくんだよって言われた。うん。まんまとみんな釣られてんの。うん。これが生主だからって、うん、簡単に順位は上がるからって、で順位に上位にいる癖がついたらもう勝ちだからって、あとは継続って、うん、それがあったらワード上に行くよっていうアドバイス、うん、いやもう全部シナリオ通りだから、彼女の手のひらで俺らを動かされてるからうん、面白いよね。うん、いやいや、こういう話好きなんだよ。的確だなと思って。簡単だよね。11位に簡単になれちゃうから、ね。だから本来の実力で言うと、この時間帯だったらさ、10位より上に行けるわけじゃん。そうそうそう。だからみんなの力が必要なんだよ、やっぱり。腹痛よな。またしばらく米減るぞ。いやだけど、そのやっぱ配信ってテクニカルだよ。思ったけど。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。